おはようございます。2022年5月15日日曜日朝5時55分です。いや、やっぱ予想通りのサイズダウンです。天気の方は晴れ、気温の方は15度、風の方がもうね、これ北す、なんだろう、これ西寄りの西北西ぐらいの風ですね。結構もう強めです。4ぐらいはありそうな感じがしますね。はい、なわけで、昨日サイズアップして結構楽しめたんですけど、もう今日はもう、低気圧が離れた、移動した関係もあって、だんだんサイズダウンかなといった感じになってます。ちょっと潮も、朝これで満潮から今下げに入ってるんで、朝のね満潮の時にいいポイントがねなかなかなくって、今ここのインサイドちょっとどうかなと思ったんですけど、ちょっとあれですね、早いですね、やっぱ。相変わらず人気のあるポイントというか、人気というか、無難にできてるところはすごい人が多いんですよね。なんですけど、ちょっと週末で人も多いし、ちょっと自分もあんまり、ちょっと1時間ぐらいしか入れないんで、ちょっと人が少なめのB級ブレイクを探していこうかなと思います。というわけで、朝の波状況、だんだんサイズダウン、風も強くなるので、早く動いた方がいいよっていうまとめで終わろうかなと思います。はい、というわけで、いつもねご覧いただいてありがとうございます。またこんな感じで配信してきますんで、チェックの方よろしくお願いします。今朝も乙畑修賀がお伝えしました。こう潮乗りはもうちょっとここ良さそうな感じもするんですけどね。はい、それではまた。